沢山亮と申します。よろしくお願いします。今日は東京のコンポジションというタイトルというかテーマで話をしたいと思うんですけれども、で東京について語るときに、さまざまな、その文化的な事象から語るとか、いろんな切り口があると思うんですけれども、僕の東京の印象っていうのは基本的には地理的っていうか地質学的な印象がすごく強いんですね。言い換えると、今ここでプレゼンしている代官山もそうですけども、極めて起伏に富んだ立体的な風景が広がっているっていう印象がすごくあって、で例えば具体的に言うと、東京っていうのはすごく坂道が多いですよね。でこういうその地質学的な条件において東京っていうものを考えた時に何が見えてくるかっていうことを、今日はその大正時代の、絵画作品からちょっと読み解いてみたいっていうのが、目論見としてあるんですけども、大正時代に、を代表する2つの、絵画というか、代表的な2人の画家によって描かれた2つの絵画がありますね。でそれは、1つは1915年に描かれた菱田流星の「道路と出てた塀」かっこ切通しの写生っていう、代々木の付近を描いた風景があるんですけど、それともう一つは万屋哲吾っていう画家がいますけど、彼が東京芸大の卒業制作で描いた「裸体美人」っていうのがあるんですけど、でこの2つの絵画の共通点は何かっていうと、なんていうか坂道を描いて、で裸体美人に関しては坂道って言えなくて、おそらく丘を描いてるっていうふうに言えると思うんですけど、だけど、ある種起伏を持ったも、地面が盛り上がってる情景において、ある種のなんか斜面を描くっていうテーマがこの2つに共通しているということが言えるかもしれない。で切通しの写生に関して、昔僕は、学部の卒業論文の菱田流星がテーマだったので書いたことがあるんですけども、この画面を分析して何が言うかっていうと、代々木の新しい風景の台頭に、過敏に反応した画家がこういう景色を描いてるんですけど、まず注目したいのは「道路と土手と塀」っていうタイトル自体ですね。で道路と土手と塀っていう、別々のその要素の組み合わせでタイトルがあって、でそのタイトルの組み合わせに呼応するように、ちゃんと、塀と道路と土手が、全く別々のある種の遠近感を持って存在しているっていうことで言えると思いますね。でこの絵画に関して空間自体が遠近法的に歪んでるみたいなことを言われることがあるんですけども、ちゃんと見ると実は、それぞれの構成要素自体がもうすでにある種のねじれをはらんでいると。つまりある種のその、諸要素のズレっていうか、その立体的な空間においてなんかバラバラに、物事が成立してるっていう感じがするわけですね。で例えばこの、この部分分かりますか？ここら辺に亀裂があったりして、そのある種のボリュームが、個々の要素が半ば自立して存在しているっていうことが、この亀裂によって表されているとも、深読みするとそういうことが言えるかもしれないということですね。で岸田が、東京のその、郊外の、都市標識を描くときに、ある種こういう、なんていうか諸要素がバラバラに結合、立体的に結合しているという情景を描こうとしたということが、言えるかもしれない。で、そんなことを、卒業論文に書いたりしたんですけど、それとある種その村山智美の構成主義的な作品と合わせて、これを、この画面を構成主義的に語るとどうするかっていうふうなことを書いたんですね。で、万屋哲吾が、同じように、これはもうちょっと早い時期の
道路とずっと平に比べるともうちょっと早い時間の作品ですけど、こういうふうにある種の立体的な空間を東京に行った時に描いた。でもう一つはその、ね、彼はですね、鎌倉じゃなくて、神奈川県の茅ヶ崎に晩年移住するんですけども、その時に1923年の関東大震災がありますので、神奈川に行った時に、茅ヶ崎に行った時に関東大震災に遭遇します。でその時に、その翌年に描いたのがこの「地震の印象」っていうタイトルの絵画です。で文字通り風景のさまざまな要素がバラバラにコンポジションされている、バラバラに寸断されているっていう、そういう風景画です。で人がこのように、飛び上がっていたり、飛び上がっているのかどうか分かんないですけど、線路が曲がっていたり家が傾いていたりっていうことが起きてた。で万屋は、こういうふうに地震にある種その過敏に反応してこういう絵を描いたわけですけども、その前の1906年にサンフランシスコに、臨済宗の宗派のお坊さんについて布教のためにサンフランシスコに渡ってるんですよ。でなんですけども、その年の、9月ぐらいに行ったんですけども、4月にサンフランシスコでは大地震があって、そのための布教とかで普及活動が難しくなって断念して帰ってくるっていう経緯だった。でその後で23年に関東大震災に遭遇した。で震源地が神奈川県沖でした。でこの時にその万屋はなんでこういう絵を描いたのかっていうことが言えると思うんですけども、一つのその絵画的な関心に基づいてこの地震の印象っていう絵画を仕上げたっていうことを言えると思うんです。つまりそれはどういうことかっていうと、彼はですね、22年頃から南画を始めるんですね。で、もう一つは、カンディンスキーに、影響を受けたと思われる、ある種のそのコンポジション的な風景みたいなものにも取り組む。で、南画とカンディンスキー的な万屋の絵画っていうのは、かなり構成要素が似ていて、つまり、ある種のその、抽象化された、要素を一つの画面の中でバラバラに、文字通り構成していく、コンポジションしていくっていう作業をその前にやっていく。でその後に地震が起きるわけですね。ということはどういうことかっていうと、万屋にとっては地震っていうのはある種絵画を模倣したもの、つまり芸術が現実に追いつこうとある種現実を模倣するんじゃなくて、全く逆のことが万屋にとっては起きていたということが言えるかもしれない。つまり地震っていうのは万屋にとっては、カンディンスキーとか南画を通過していた万屋にとってはある種の絵画的な状況に見えたということがもしかしたら言えるかもしれない。でこういう絵を描くわけですね。で地震っていうのは文字通りこういうふうにある種風景の中のさまざまな要素が、バラバラに寸断される、グラグラになるっていうことで、でもう僕がその友達がこの間のその震災に浦安で遭遇して聞いた話では、道路と建物がずれてそれぞれが別個に揺れてたっていうことなんですね。でその話を聞いた時にやっぱり思い出したのが、こういう岸田の絵画であったりして、で岸田も、同じようにですね、鵠沼に転居していたんですけども、その時に震災に遭遇して、家族が、その震災の何日か後に家がバラバラになってみんなで記念撮影とかですね。で岸田はこの直後から京都に移住して、その後の晩年の京都の時代っていうのが始まりましたけども、つまりその震災っていうのはある種その、美術の用語に置き換えた時に
要素をバラバラにする、断片化する、あるいはバラバラなものが一つの画面に併記されているという状況を作り出すということを言うんですね。で、同じように寺田虎彦っていうか科学者がいますけども、寺田虎彦は上野で震災に遭遇してるんですね。で、その後寺田虎彦はさまざまな優れたエッセイを残していまして、地震とか津波のとかの天災に関するエッセイもその後かなり多く残して、それからちゃんと研究もしたりしてるんですけども、寺田虎彦曰く地震の条件って何かっていうと、地震に一つの根拠あるいは原因を求めるのはそもそもナンセンスであるっていうふうに言ってるんですね。で、地震っていうのは、波動の現象でしか、地質学的な波動の現象だったりすると、あるものがあるものに影響して起きる現象だった。で、もう一つは関東大震災の時に何が起きたかというと、あれは確かその11時59分とかに発生した、つまりお昼時に発生したために、火の回りがすごく早くて、たくさんの多くの人が亡くなったという、そういう事象でした。つまり寺田虎彦が言っているように、地震っていうのはある一つの単一的な出来事ではありえない。つまり地震の条件では何かというと、さまざまな要素をむしろ可視化させる、あらゆるものを断片化して、しかもその構成要素を振動させることによって、世界がどのような現実あるいはその要素によって成り立たせているのかを見せる、現象であるということを言えると思うんですね。まさにその今回の震災なんかはそういう出来事だと思うんですけども、だから、ある種その地震を別の定義に言い換えるとすると、地震っていうのは構成主義的なものだということが言えるんじゃないかなと思ってます。で、そういうある種のその地震が顕在化させるような都市空間と、そもそも東京っていう、都市が持っている地質学的な要素というものは極めてよく似ているっていうふうに言えるかもしれない。つまり岸田はこの時何を描いているかというと、東京の郊外の都市空間をコンポジション、つまり半立体的な、諸要素が併置されて、あるいは立体的に、コンストラクションされている、そういう空間として、で、これがある種その東京の条件であって、ある種なんていうか関東大震災によっても可視化されたような構成主義的な原理だったんじゃないかなというふうに思っています、というような感じで、僕のプレゼンを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。